ソフトバンクホークスまた設備投資。ソフトバンク大谷翔平の偉業が決めて、最新鋭マシントラジェクトアーク導入へ。これまで高性能弾道測定器トラックマンで集積した速度や回転数、変化量などのデータを入地からして使うアイピッチでは再現が難しかった精緻な軌道までを完全コピーできる最新鋭マシンだ。昨季 MLB で日本人初となる本塁打王を獲得した大谷翔平、ドジャースの偉業を後押ししたことでも知られている。機材は増えるのに育てる人間や管理する人間はいないまぬけ。でも監督が小久保、補強山川、人的の和田じゃん。バカみたいに買い物だけはするんやな。こんな無駄なもんばかり買うせいで生え抜き選手の給料が上がらない事実。メジャー挑戦させる気ないのに設備はメジャー級にするの意味不明で草。別にそれはええやろ、役に立ってないけど。五分作ろうや、やっぱり数こそ強さよ。今中に球団で最も設備と環境充実してるのが西武という現実。このテクノロジーで練習して山川がホームラン50本打つ説。千賀、機材は揃ってるけどそれを選手に落とし込む人材がいない。大谷は知らんけどヤンキースのジャッジは間違いなくこのテクノロジーで飛躍したよな。施設とか育成とか関係ないで、野球なんて才能が全てなんやから、ドラフトで誰取ったかや。ご視聴ありがとうございました。